モダニズムっていうのは僕は基本的に疑問視しているんですよね。その近代建築が均質空間に赴くっていうことに対して何か非常に抵抗している。建築は構想である、フィクションであるっていうことね。構想が全てなんだ。そこのところをサラリー年から始まってウッドン、タンゲさん、モトあたり、あのジェネレーションに出てきたあの人たちがかなりはっきり認識したんじゃないですかね。